イユシュ・ボビー・ジンダルはアメリカ合衆国の政治家。第55代ルイジアナ州知事。インド系としては、史上二人目の連邦議会議員を経て、2008年に歴代最年少の36歳でルイジアナ州知事となった。インド系としては、史上初でアジア系としては、ハワイ州知事を務めたジョージアリヨシ・ベ氏、弁解家のワシントン州知事を務めた、 ゲイリー・ロックに続いて4人目の州知事となった。1971年6月10日にルイジアナ州バトン・ルージュでパンジャーブ州から移民して間もない両親の間に誕生した。父はエンジニア、母は州立大学で物理学を学ぶ大学院生であった。4歳の時、人気 TV シリーズブラディ・バンチのキャラクターにちなんでボビーという愛称を名乗り、 以来通称として定着している。ヒンドゥー教徒であったが、高校生でカトリックに改修しており、今でも毎週教会に行くほど信仰は厚い。ブラウン大学を生物学と公共政策で優等の学位を得て卒業し、ローズ小学生としてオックスフォード大学入カレッジで政治学の修士号を取得し、マッキンゼーカンパニーに、 ヘルスケア関連のコンサルタントとして勤務した。コンサルタントとして、同じインド人実業家であるラクシミー・ミッタルと共に、仕事をした経験もある。1995年にかつて、インターンとして仕えていたことのあるマクレーリー、会議員の紹介により、当時のフォスター・ルイジアナ州知事の地遇を得、翌年州の健康病院局長に任命された。 三年の任期中に破綻状態にあった、中メディケアシステムの黒字化を達成した。その後、合衆国の超党派メディケア会閣僚のメンバーや、ルイジアナ大学システムの総長といった職務を経て、2001年に、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領により、連邦政府の保健者回復首相次官補に抜擢され、2003年まで勤務した。2003年ルイジアナ州知事選挙に出馬するが、落選した。 翌年連邦会議員選に出馬して当選を果たした。2006年には88%の得票を得て再選した。2007年ルイジアナ州知事選挙に立候補して得票率53.9%で当選した。翌2008年1月に第55代ルイジアナ州知事に就任した。選挙戦ではハリケーンカトリーナをめぐる州政府の対応を批判するとともに 州組織の不透明さが州への投資を阻んでいるとして、一連の倫理改革を提唱。2008年2月には、倫理改革の具体化として、選挙資金の是正、利益相反への対処、ロビー活動の適正化、情報公開など州政府のあらゆる面での透明化を主張し、議会への指示を訴えた。人口妊娠中絶や同性婚問題などにおいて、 外して保守的な主張を取る社会保守派であるが、インド系というエスニシティや州改革への大胆なアプローチによって、党派を超えた支持を得ている。同性婚や妊娠中絶に反対で、妊娠中絶に関しては、レープや近親相関による妊娠、母体の健康に危険がある場合でも断固反対の立場を取る。2008年アメリカが州国大統領選挙において、 保守系の人気ラジオパーソナリティであるラッシュ・リンボーがジンダルを副大統領候補に偽する発言をして以降アメリカのメディアでその可能性が盛んに報じられた共和党の指名候補であるジョン・マケインの恒例や保守派への受けの悪さを補うとともに民主党候補であるバラク・オバマの対抗馬としてマイノリティへのアピールが可能である点などが指摘され5月にはマケインが 他の副大統領候補とされている人物らと共に、ジンダルをパーティーに招待して、憶測を呼んだが、実現しなかった。その後は2012年、アメリカ合衆国大統領選挙の共和党候補に、押す声が一部で高まったが、2008年12月に、その可能性を問われたジンダルは、2011年の州知事選挙での再選を目指すことを理由に否定的な考えを示している。 2011年の州知事選挙に再選を目指して立候補し、得票率65.8%で再選された。2015年6月24日に2016年、アメリカ合衆国大統領選挙に共和党候補として立候補することを表明した。11月17日、大統領選挙からの撤退を明らかにした。2016年2月5日、 共和党指名争いにおけるマルコルビを上院議員への支持を表明した。2016年アメリカ合衆国大統領選挙に勝利したドナルド・トランプの政権では保健副市長官の候補に名前が挙がったが実現しなかった。1997年にスプリア・ジョリーと結婚し3人の子供を設けた。ありがとうございます。